刺繍に対するイメージみたいなのが湧かない人ってすごくいっぱいいて、刺繍屋さんってどういう仕事なのかよくわからないっていうのが多分一般的だと思うんですよ。気軽な感じで作れますよっていうのをみんなに知ってもらうっていうのが一番の今の目標です。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。糸と糸が織りなす立体感、見る角度によって色合いが変化する独特な表情、それが刺繍の魅力だといいます。気づかれないぐらいのなんか細かいことかもしれないけど、複雑な部分っていうのがあって、中村大二さん、須坂市出身の33歳、母清子さんと刺繍工房を営んでいます。刺繍の魅力を広めたい、その思いから家業を継ぐ決心をしましたが、去年の春父義勝さんが他界、共に働けたのはほんの1年ほどでした。父義勝さんの信条は、受注から3日で最高の仕上がりのものをお届けするということ。その難しさが今やっと分かってきたといいます。まだそこにはたどり着いてないっていうのはすごくありますね。刺繍の世界に新しい風を、その思いから最新のマシンを導入、今後は自分だけのスタイルを作りたいという中村さん。最近は手作業では難しいキャップにロゴマークを入れることにもチャレンジしています。社名だったり会社のロゴだったり、そういうものってお客さんの誇りだと思うんですよ。お客さんの誇りを預かって刺繍して喜んでもらってっていうのが一番やりがいですね。今日も街のどこかで中村さんの刺繍がみんなを笑顔にしています。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。